ですので、これからまた私もまあもっともっと頑張って影響力を大きくして、やっぱり日本だけじゃなくて、アジアとか本当に子どもたちが大変な目に遭っていることがやっぱり実際にすごく多いみたいなんで、私はもうそれは、5月5日に生まれた、なんかそれはなんかそのあたりに私のなんか本当の役目があるのではないかなと、思いますので、またこれからも皆さんとなんか力を合わせてそういう活動もしていけるように、なっていきたいなと、思ったりしている、なんかそんな思いを込めて最後じゃあアンコールで皆さんと一緒に愛すべき未来へ一緒に歌っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。信じても僕は叫び
今日本当にありがとうございました。また明日には午後9時からのほっこりカフェで皆さんとまたお会いできるのを楽しみにしておりますし、また実際にリアルにまた皆さんと無理のない形でのまた会える機会もこれからまた京都、大阪、神戸、そしてまた近郊で作っていきたいなと思っておりますので、これからも私も秋も皆さんと何度もお会いできるのを楽しみにしております。今日は急遽決まりましたバスデーライブに本当にお越しくださいました。皆さん本当にありがとうございました。たくさんのお心の機会にも感謝いたします。ありがとうございます。また、8時閉店ですので、まだ30分ございますので、またゆっくりしていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。よかった、君と出会えたから。